にしてもまさか終了任務で助けたルーキーが深淵なる闇を倒すなんてな。確かナベリウスにダーカーが出てゼノが先走って助けに行ったのよね。エコーが遅刻しただけだろ。ま、将来のガーディアンに助けは必要なかったかもしれないけどな。そういえば覚えてるか、終了任務の時俺がお前さんの顔をどこかで見たことがある気がするって言ったの。あれな、似てたんだよ。お前さんが俺がアークスになる前に世話になった師匠にさ。師匠ってゼノが珍しくいいこと言う時に大体受け売りな、あの。いいんだよ、師匠の言葉は俺の言葉なんだって。でどこが似てたのか思い出した。お前さんの雰囲気や姿勢なんかが師匠とダブってたんだ。でもゼノの師匠がどこか行っちゃったのはもう10年以上も前のことでしょ。雰囲気が似てるとか、この人だって苦笑いしてるじゃない。ああ分かってるさ。でも仕方ないだろ、知っての通りあの頃の記憶はいろいろ曖昧でな。正直師匠の顔もうまく思い出せない。なのに変な話だが、お前さんといるとなぜか時々師匠を思い出すんだよ。師匠は今どこにいるんだろうな。俺師匠の教えを守れたんだろうか。そうだよな、胸張っていいよな。しかしお前さんの言葉はまるで師匠に言われてるみたいだ。まったく不思議なもんだな。ゼノに合わせてくれてるだけだって。それにしても本当、あの時の新人がこんなになっちゃうなんて。二人とも想像を超えすぎだろ。片やアークスに二人だけのガーディアン、片やアフィンだって元アプレンティスたちに振り回されるある意味特別な存在だもんね。でもそれを言うならゼノが六房入りしたのだって信じられなかったけど。無我夢中だったからな。まああの時はエコーに心配かけたからあんまりいい思い出じゃないが。私もハンターになったりして後悔はしてないけど、ずいぶん周りに迷惑かけたと思う。その説は驚かせてごめんなさい。言われると恥ずかしいわね。過去の全てが現在と未来の平和にしっかりつながったんだよな。だから俺たちは再会できて結婚できた。そうね、私たち全員で手に入れた平和を誇りに思わなきゃね。そうだ、せっかくだから新婚旅行ってやつに行ってみない？アフィンもマトイちゃんもみんなで。ぼーっと見てないで君も来るの。みんなで掴んだ平和なんだから。確かにそうだな。じゃあ全員で行くとするかな。あ